Welcome to シビチャンネル。どうもシビです。パンチクラブ。パンツじゃないよ。パンチクラブ。行ってみましょう。もう、お腹がペコペコだ。しかし金はあるからな。たくさん金、あれじゃね？違うよ。わかった。スーパーで、大量に肉を購入すると。なんと、ちょうどぴったり9とこれで25でしょ。じゃあこうしてここに行って食事をくれ。食事をもらってで家で寝ます。ん？ブーズ1年ある要請に集中してないか。もっと狙い絞っておいて。どこでも強くする子がいる。仕事と何になる。絞れ。気分が低下しています。こうやって効率。ほう。お前助けるのはこれで最後とか言われちゃった。もう無限じゃねえの。やべえ。想定外の事態に。ちょっと、50ドルぐらい持っとこうか。でも肉に返して。100ドルぐらい持っておきたい。あれ？固まったよ。お？びっくりした。ああ、気分がなくなったんだけど。びっくりした。今なんか時間が経ったよね。なんか知らんけど、よくわからない状況に陥りました。腹減って起きちゃった。で、これでトレーニング行こう。これで気分を上げないとね。気分が低すぎる。やばい。これでジムにトレーニングジム行こう。うわ、下がったし。1に下がったし、うざっけ。これでちょっと、下がんのかよ。気分とか上げとかないっすか。
で、がっつり取りに行くから。金はある。金はある。よし。ジムでがっつりトレーニングするぜ。素早さを上げたい。だって素早さが1になっちゃったから。もう11日目なんですけど大丈夫なのかな。これパンチングマシンでしょ。君はいいんじゃない、いいんじゃない。スペースがこれ上がるの。5まで上げればルーキーリーグもいけるはずや。肉の備蓄があと2個しかない。じゃあその前にここで一応よっしゃ戦いだ。まあなんとかなんじゃねえの。パンチメインでね絞っていきましょう。よし行こう。パンチメイン、キックなんか使わない。頑張れ、倒せる倒せる。ラウンド20中とか出てんだけど、だいぶ耐久力あるからな。いいじゃないいいじゃない。あ、痛い痛い。頑張れ頑張れ頑張ってくれ。いだけ優勢だ。非常に優勢だ。よしよしよし、これは倒せる。このままいけばね、パンチに絞ることによってエネルギー効率上げて、でブロックもしっかり入れると。よしよしよし、圧巻を倒せ。お前トレーニングしてんのに圧巻に負けるのはちょっとまずいぞ。チンピラに。ハイパンチ。よしよし。壊してる壊してる。俺のターン、俺のターン発動。投げ、20ターン、なんだよ。倒しておかないと。なんかもらえるはずや。
かんねえ。よしよし、コンボ。コンボでも4しか当たんないから。お、いいね。いいね、ワン、ツー、スリー。おぉ、めっちゃ入った、9。おぉ、いいね。おぉ、こっちのターン。よし、これで決める。これで決まらず。いけ、オッケーオッケー。じゃ、パンチ戦法、大当たりだな。オッケー、ウィーン。報酬これだけ？おっかんね、おっかんね。お見事。な、これよ。助け欲しい。なんもねえのかよ。よし、この充実した状態でジムに行ってもうがっつり、そんなの後でいいんだ。おお、ムキムキや。カルティベットライト、これレイズだってやばい。ここに行ってみるといい。重傷。耐久力と素早さをガン上げしていこう。効率が悪いな。いい感じ。下がるんだよね、1日でこうがっつり。下がんねん。五にしたよね。この耐久力をまず上げつつ意識してあげてるんですね。スタミナアップ。いい感じ、いい感じ。特化してまず耐久力をね上げております。でこれ体力を3、力を。じゃあ顔だけ無駄だ。ついでにここに寄ろう。ケイシーアップ。
英雄的行動。ピザ配達。なのに。ナイフだけ。今お金、お花、しずこと言われたように、へぇ、ピザ配達。今は、これが？あー、そういうことは次のターゲットはここになるよって。行けと。ボートレンチ、動物のカメラ、キャットフード、ちょっと寝てエネルギーを回復してから、でまたジム行きましょう。よし、その前にここで買い物してね。でジム、あとジムで5にすればなんかね、いい加減大会いけんじゃねえかなみたいな。持久力をメインで、耐久力を特化してあげましょう。効率が下がったら違う他の、速さも上がる、体力も上がる、あ、力も上がる、結構いいですねこれね、バランスいいね。ここ行った、よしよし。めっちゃ下がるやん。いろんなやると上がりやすいね。バランスよく、バランスよく。ひたすらバランス6ぐらいまで目指したいけどね。
もうそろそろ限界か。ダメだ。た、強い。まファイトマネーがもらえねえか。まだ、あ、頑張るよ。まだいいや、ハンドパッドトリングやっちゃうか。ハイパンチ、なんかいろいろあるな。アッパーカット。力が妙に前に、この辺やりたいよね。見てるの、これを開けたい。タイプ力で読み、まずハイパンチ覚えてこっち行きましょう。ミートランナー、まずは。ね、ミートランナーだからパンチ系ですよ。ガンガンパンチ系で行きましょう。で、裏剣でっていう。金がないぞ。仕事しなきゃやばい。80ドル、100ドル稼いでこう。100ドル。肉分ね。エネルギーがゼロになりました。寝よう。謎いらんのだ。というわけで、ちょっと今回長くなっちゃって一度ここで切ります。初めてのルキルイグ第一戦どうなることやら、ぜひですね、ここからやりますので、次回もお楽しみ。
チルミでした。